皆様ごきげんよう。私は今ですね、成田射撃場から上に上がったところにあるガンショップサイというですね、銃砲店で、弾をちょっと追加購入したところでございましてね。一回ね、僕ね、射撃に行くと、だいたい150から多い時に200ぐらい撃っちゃうんですよ。で今回もね、180発ぐらい撃ったんで、ですので、ちょっと弾を追加購入した次第なんですね。全然弾持ってない状態で、射撃場あんまり行きたくないんで。で、弾を買って、ちょっとこれから食事でも行こうということで。お食事だったら、元来成田射撃場にもレストハウスがありますよね。前に紹介したと思うんですけれども、タンメンがすごく美味しくて、ヒロミも加藤浩次も大好きという、成田射撃場のタンメンがあるんですが、さすがにタンメンばっかりは飽きてくるなっていうんで、でもカレーも美味しいんですよ。でもしばらくまたカレーを食うんですけど、でもカレーもなあっつって、で、タンメンに戻るものもなあっていう場合、成田射撃場の近辺って、順天堂大学があるんですよ。医学部、かつ体育会系医学部で有名ですよね。で、順大生をターゲットにしたお店が案外たくさんあるんですね。で、今日向かうのはそのうちの1軒です。お店の名前がですね、定食屋さんなんですが、定食屋、ホワイトハウスっていうんですね。別にオバマとかバイデンとかいるわけじゃないですよ。それ分かりきってるっちゅう。なかなか古った名前ですよね。でもね、確かに白っぽい建物なんですよ。で、このお店がですね、順大生をターゲットにしているせいか、やったらデカ盛りなんですね。で、デカ盛りのお店っていうのは総じてあんまり美味しくないっていうのはあるかもわかんないですけど、この店は別格です。デカ盛りですけど、美味しいですね。で、特に唐揚げが一品なんですよ。唐揚げ。いやー、この辺で申し遅れておきますから。いや、申し遅れました。私、唐揚げが大好きすぎてですね、スーパーからコンビニ、そこいら辺のお肉屋さんに至るまで、唐揚げが目につくたんびにすぐに買って食うということを繰り返すこと30年。未だかつて体を壊した試しがないという業の者。鳥から十郎と申します。時代劇の芝居やってます。一座率いてます。鳥から十郎としてはですね、ここの唐揚げ屋さんはタレが美味しいんです。甘辛くて。一部のね、カルトなマニアに人気の唐揚げ屋さんで、都内に展開しているお弁当屋さんで、京香ってお弁当屋さんがあるんですね。ここの唐揚げが大人気なんですけれども、そことよく味が似てます。なんだ遜色ないですね。その甘辛いタレに、カラッと揚がったその唐揚げがね、私ここ行ったら必ず唐揚げを頼むようにしてます。あと、ホワイトハウスのお約束は、もう一つありまして、なんか合衆国憲法みたいですけど、ここへ来たらですね、僕はご飯は頼まないです。定食屋さんなんですけど、定食にはせずに、一品料理でおかずだけ頼みます。もうそれだけでお腹いっぱいになります。で、おかずを2品頼むんですね。例えば唐揚げ頼む場合は絶対に野菜炒め頼みます。で、唐揚げについているキャベツと野菜炒めのもやし、これがね、ご飯の代わりになるんですよ。で、ヘルシーかどうかって言われれば、眉を潜める向きも、あると思うんですけれども、なんていうんでしょう、気休めでしょうね。なんでね、今回も多分、唐揚げと野菜炒めを頼むと思うんですが、ご覧になってみればわかると思います。本当にデカ盛りで、あ、なるほどね、これじゃご飯頼まないよね、ご飯入んないよねって。さあ、やってまいりました。ホワイトハウスです。ここですね。なんか本当に、昭和のね、ここもね、なんか昭和のドライブインっぽいんですよ。だから本当は、学生みたいにね、僕若くはないので、多分仲間内とかで何人かで来て、で、料理を頼んでシェアするっていうのが多分、このお店の正しい使い方なのかなとも思いますね。うん、では入ってみます。こんな感じなんですよ、中は。いや、もうお値段もお手頃でね、味も本当に美味しいんですよ。なんでしょう、やっぱり濃いめの味付けがいいのかね。これです。ね。ご飯いらないでしょう。これが唐揚げです。美味しいんですよ、もう。これが野菜炒めですよ。ね。これじゃもういらないよねっていういや、もうほんとね、美味しくいただかせていただきました。ここはね、ほんと、こういう頼み方でいいんですよ。お一人様の場合は。さあ、いかがでしたでしょうか。唐揚げ屋さんじゃなかった、定食屋さん、ホワイトハウス。もうほんとね、ここの唐揚げがね、まずいっていうような人はね、もうごめんなさい。もう僕のね、この動画もう見ないでください。もう来ないでください。もうお友達になりますね。なんか、こんなことばっかり言ってますけどね。いや、でもね、本当に美味しいんですよ。ということで、早くもですね、今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。まあね、この間ね、先週あたりからですかね、やっぱり地元の方がね、僕の動画を見てくださってるっていうお話がやっぱり何件かこうコメントいただきまして、嬉しかったですね。もう、我が家を得たり、これやってる甲斐がありますよね。本当ね、地元の方が本当味方についてるっていうのは心強いなと思ってね、ますますもう探訪と探索に励みたいと思います。それでは皆様、次回の動画までどうかお元気でお過ごしください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では、またお会いしましょう。